今日のサンシーロはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。準々決勝のファーストレグとなるこの一戦、インテルがボルシアドルトムントと戦います。準々決勝に残ったチームですから、どちらも実力は十分。このファーストレグを制すれば精神的な余裕も生まれます。見応えのある試合にならないはずがありませんね。マティアス・ギンテル con il numero 37 Milan Škriniar。UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグの前半もお送りしています。ベスト4に勝ち上がるためにもこの試合をうまく乗り切ることが大事です。こちらがインテルの先発メンバーです。今日は一般的な 3-5-2 です。センターバックの攻撃参加が重要なシステムです。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。これは攻撃的な 4-5-1 です。前線の選手の役割が重要です。さあキックオフです。 UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のファーストレグがスタートしました。クリスチャン・エリクセン流します。ドルトムントに対してファールがありましたが流しました。ここはファールの判定です。警告はなさそうですね。外に出てゴールキックです。福西さん、前線のタレントを豊富に擁する両チームですが、今日はどんなゲームになると思いますか？そうですね、エースであればこそお互い一歩も引きたくないでしょう。この2人の点の取り合いに期待しています。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。さあリードできるか。ゴール！ボールは無人のゴールに吸い込まれていきました。ここは簡単にゴールへ流し込みました。こういうチャンスはめったにないんじゃないですか。別の角度からご覧ください。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。前半9分、試合が動き出しました。ドリブルが止まりません。ルカク、インテルパスをつなげない。エリクセンのスルーパス、これは味方に通らないか。同点ゴールが決まりました。試合は始まったばかりですがいきなり激しく動いています。互いに一歩も引かないようですね。どんな試合になるか楽しみです。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。
エリクセン、ルカク、おっとこれは面白い。ウルキが防いだもののプレーは続いています。ヘナとアウグストに渡った。有利な展開を続けるチームにサポーターも力強い応援で応えています。カウンターのチャンス、仕留められるか。ドリブルでボールを前へ、インターセプトでチームを救いました。Il bambino Cristian De Frassine si è perso. I genitori sono pregati di recarsi. マルセロ・ブロゾビッチ。さてドルトムントですが、今日はしっかりと勝利を挙げたい試合ですね。はい。いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたが、コースを狙いすぎたのかもしれません。ここは縦を突くでしょうか。ドルトムントがボールを失いました。ブラント、ハーランド、なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。パスをカット、いい読みでした。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。このスローインは失敗、そのまま相手に渡してしまいました。サンチョ、裏も見えていたのか。ちょっと長すぎたか。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。試合再開。グランデインテルの青と黒の誇りにかけて何としても追いつきたい。ロメル・メラマ・ルカク、抜いた。周りを確認したい。まだあります。チャンスです。何を狙うか。ユルキのセーブ、まだインプレーです。視野が広い。いいパスだ。見事なブロック。ベララビー、このシュートを弾いた。コーナーキックになりました。これはあるか。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。レオン・ベイリー、インテルパスをつなげない。ブラント、ディフェンスが体に当てています。うまく読んだインターセプト。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。インテルがボールを失いました。ブラント、このボールはゴールキーパーが止めました。ボールをドリブルで運んでいます。入った。前線でプレッシャーをかけてうまくボールを奪いました。チーム全体の動きも良かったですね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。
勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。パスをつないできましたがここで奪われました。ウェファーチャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグ後半のスタートです。足元の柔らかさが光ります。マルティネスゴール前で振り切った。いい位置でしたがポゼッションが変わります。ゴールが空いています。アクセル・トマ・ビッツェル、ボールはブラントへ。ドルトムントがボールを失いました。ゴールの予感のある形になってきました。インテル決まれば1点差。ビュルキのビッグセーブ。エリクセンのコーナーで再開。ゴールの上を狙ったヘディングでしたがボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが落としきれませんでしたね。ジェイドン・サンチョ、ディフェンスが混乱してますね。ここで止められました。惜しかったですね。プレスを受けます。タッチラインの外へ押し出されました。スローインです。アーリン・ブラウト・ハーランド突破した。ピンチが続きます。ポストだ。ここはドリブルで前に出ます。ボルシア・ドルトムント、パスをつなげない。しかしシュートが枠に当たるなんて本当についてないですね。エリクセンがボールを奪われました。ルカク、アクラフ・ハキミ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。ボールを持ち込んできた。ドルトムントどう出ますか。これはチャンス。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこのフィニッシュです。ゴール前に乗り返されたボールを見逃さずボレーで叩き込みました。いい反応でしたね。インテルのスローイン。インテルがボールを失いました。ドリブルで果敢に攻め込みます。このボールは相手にクリアされました。中に入れた。面白い状況でしたがここまで。ここから狙うのか。シュートを通さない。エリクセン、
エリクセンがボールをキープできません。マルセロ・ブロゾビッチ、ルカク、インテルにチャンスが来ました。ゴール前に入ってきた、ゴール、相手にプレスをかけ続け奪ってから見事に得点しました。素晴らしいプレーです。ドルトムント、タッチライン際を上がれそうです。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ジェラール・モレノ、クリーンなタックル、ボールを奪いました。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。ここは抜いてくるのか。チップシュート、映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。そしてこのループシュートです。キーパーの位置をしっかり見て頭を越してきました。冷静でしたね。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。思い切ったタックル、 PK には注意したいですね。キーパーがうまく飛び出した。鈴木優真、シュートを打った、絶好のチャンス。ロメル・メラマ・ルカク、よく見えています。いいボールが出ました。ゴールが空いています。ゴールキーパーはポジショニングを誤ったか。ここで試合終了。ファーストレグはボルシア・ドルトムントが勝利しました。手堅くリードを守りきりました。これでセカンドレグを有利に戦えますね。しかしこの点差ではまだ逆転される可能性もあります。油断が一番怖いので、監督はもう一度チームを引き締めた方がいいんじゃないでしょうか。インテル